今回は滝沢秀明さんの運勢を鑑定します履歴一覧から呼び出します大運と明の三号開局ですので2024年7月に大運が変わるまでは三号開局により中心性は偏在となります 2023年3月、中心性偏在、年運結果運偏在。今回は3月に滝沢さんが新会社を設立したので、月運を見てみます。月運のタブをタップします。3月の月運結果運は、被験、運勢ランク B、けじめのつくタイミング、新しい出会いに期待。 被検運は年運、月運、日運で検案事項が決着する。新しく次のステップへ踏み出すなどの意味があります。ただし、同じ被検運でも成り立ちによっては、順調でチャンス到来となる時ときと、物事に終止符が打たれる。これに分かれます。今回の滝沢さんの月運は、 偏在と偏在で危険ですので、けじめのつくタイミングであり、苦労もあるが次のステップへ踏み出す時です。日運のタブをタップしています。これが滝沢さんの3月の日運の一覧です。今回はすでに会社を設立されてますが、もし設立は 何日が良いと聞かれたらまずは日運が非検運の3月8日3月18日3月28日をおすすめしたと思いますそれ以外は基地運の通変性である静観製在食人飲酒の日運で吉凶星に空房がない日を選びますまた吉凶星に 用心、点線地中などがある場合は、通変性が基地運であっても、動きが激しくなることがありますので、結果が基地でも要注意です。もう少し深く考える場合は、動き出すタイミングですので、12運も考慮すると良いです。日運グラフのボタンをタップすると、 通変性と十二運の喫強指数のグラフが表示されます。これはまだあまり活用されてないグラフですが、特に十二運を考慮するときに、通変性と十二運の両方が良いタイミングを見つけることができます。ちなみに十二運は、運の鑑定の場合は、エネルギーの強さを表すことになります。 ですから新しいことを始める転居転職などはなるべくエネルギーの強いタイミングを選びます逆によくよく考えた方が良いこと例えば大きな借金をすること注意すべき相手との提携などはエネルギーが弱い時の方が良いかもしれません今回は滝沢さんを例に 月運日運の考え方を説明しましたが実際に企業独立転職結婚などの鑑定相談を頼まれた場合はこのような手順で鑑定をして iPad の画面を相手に見てもらいながら説明するとわかりやすいです今回はここまでです